こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は鹿児島県国語の高校過去問のあらすじ解説をやっていきたいと思います。今回紹介するのは2020年度の鹿児島県の高校入試問題大問2です。細川秀夫さんの対話をデザインする、伝わるとはどういうことかからの出題です。対話の意味、みんな誰かと対話する、話すことはあると思うけど、その意味考えたことはある？今回のお話はその対話の意味についての文章です。今回の細川秀夫さんの対話をデザインする、この同じ本から千葉県、茨城県、山口県でも出題されてます。抜き出されてる箇所は違うんだけど、同じ作者、同じ本からの出題です。それぐらい入試で出題されやすい大事な文章なので、みんな解説をよく聞いて理解を深めていってください。このチャンネルでは中学生の国語教科書の解説動画を配信しています。現在は高校入試問題の解説動画も配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。みんな対話をするときに注意することって何？それはね、相手に分かる話をすることだよね。対話っていうのは自分と他者、相手との話し合いによって進んでいくもの。だから相手に分かってもらえなかったらね、対話が進んでいかないよね。だから相手に分かるように話をすること、これ重要だよね。ただね、対話っていうのは相手に分かりさえすればいいってことにはならない。例えば相手に調子合わせて、相手が言ってること、あ、そうだよね、そうだよねって相槌打ってるだけでは、相手にとってはあなたがいないのと同じだよね。まあもちろんあなたが聞いてることによって、相手の話を聞いてることによって、相手はね、気持ちよく話すことができるかもしれないけど、相手が一方的に話をして、あなたがそれに対して相槌を打つだけ、自分の意見を何も言わない、何も挟まないんだったら、相手は独り言を言ってるのと同じだし、自分にとっても相手の話に合わせてるだけだから、自分が違うかなって思ってること、それでも相手に合わせちゃったら、自分の理解がそっから上にはいかないよね。なんで相手がそういうことを言うんだろう、どうして自分とは違うんだろう、そこの部分を突き止めていかなかったら、自分と相手との理解っていうのは進まないまま。他にもね、あなたが自分で考えることなしに、何かのニュースとかネットの情報っていうのをそのまま伝えるだけ、自分の意見をそこに挟まないんだったら、その情報を言ってるのがあなたじゃなくてもいいよね。むしろスマホでこの動画見てとか、ここの文章読んでみてって、こういう風に言ってるのと同じでしょ？そっちの方が元々の情報だから正確性も高いよね。つまりね、こういう風に相手に分かる話、これだけを突き詰めていっても、もしそこに自分の意見、自分の思い、考えっていうのがないんだったら、中身のない話になってしまうわけ。だから対話で大切なのは、自分の思い、自分の言葉っていうのをしっかりと語ること。これが大切なんだね。つまりオリジナリティです。オリジナリティ、つまり自分の言葉っていうのをしっかり持って、それを相手に伝える、これが対話の始まりなんだね。そして現代は情報社会だよね。大量の情報が飛び交っている中で、あなたの本当の言葉、あなたの自分の考えっていうのを表現する、これは大変なことなんだね。自己内で、自分の中で思考、考え方を整理していく、調整していく必要があるわけ。そうやって自分の考えっていうのを作り上げていって、そして自分の言葉として表現していかなければならない。そうすることによって相手との対話は意味があるものね。相手にとっても、あ、あなたはそういう意見持ってるんだってことが初めてわかるし、自分にとってもね、その自分の言葉を相手に伝えた後、相手がどんなことを言ってくるか、どんな考え方を持ってるか、そこの部分を知ることができるでしょ。そうすると別の人の意見、考え方を聞くことで、あなたの考え方、これがよりいいものに生まれ変わっていく、そういう可能性があるわけなんだよね。でもね、こちらも対話で重要なオリジナリティを出す、自分の言葉をしっかりと伝える、こういう部分なんだけど、もしそこにさっき言ったみたいに相手に分かるように話す、これがなかったらどうなる？いくらあなたの考え方で、あなたの言葉で相手に伝えたとしても、それが相手言ってる意味わからない、あなたが何言ってるかわからない、これだったら意味ないよね。あなたの言葉っていうのは独りよがりの言葉、あなた自身にしかわからない言葉になってしまう。
そうすると対話は続いていかないんだね。つまり対話っていうのは相手に分かるように話さなければならないし、それと同時にちゃんとオリジナリティ、自分の言葉っていうのを使って表現していかなければならない。この二つを実現しなければ対話は進んでいかないんだね。ではどうすればいいか。対話っていうのはインターアクション、相互作用が生まれるように進めていかないとダメなんだね。インターアクションってなんだ？相互作用ってなんだ？ちょっと難しい言葉が出てきたよね。それを今から説明します。このインターアクションっていうのは先ほど述べた相手に分かる話っていうのと自分のオリジナリティを突き詰めていく、自分の言葉でちゃんと話すっていうのを両方実現する、そこから始まるんだね。つまりまず最初に自分で努力して自分の言葉っていうのをちゃんと作る、自分の考え、意見っていうのをまとめるわけだ。でもね、そのまとめたままでは自分の中で考えを作りっぱなしだと、そこから対話することがなければそこから発展していくことがないよね。だから一旦自分で考えた自分の言葉っていうのを相対化する必要があるわけ。この相対化っていうのは自分の言葉っていうのをね、客観的に眺めてみて、自分がこういう意見、考え方を持ってるっていうふうに言ったとしたら、相手分かってくれるかな、相手に自分の言いたいことが伝えることできるかなっていうふうに相対化して客観視して見てみる、こういうことなの。そうして自分の言葉を相手に分かるようにして相手に伝える。それも一人の人にじゃないよ、様々な人とそういったやり取りをすることで、いろんな人と対話を進めていくことで自分の考え方と異なる視点っていうのと出会えるんだね。そうでしょ？あなたの自分の考え方、それは自分自身で一生懸命探して見つけたものだけど、他の人が同じ考え方を持ってるとは限らないよね。他者っていうのはあなたとは別の人間、今まで生きてきた人生も違うし、経験してきたことだって違うわけ。そうすると考え方、感じ方っていうのがあなたとは異なる可能性があるよね。そうするとあなたの話、あなたの言葉を聞いた後、あなたとは違う考え方を言ってくれる、こういう可能性があるわけで、そういう相手の言葉っていうのはあなたにとってどういう影響力があるか、自分と違う考え方、自分と違う言葉を聞いた時ね、あなたはきっと、あ、そうなんだ、そういう考え方、そういう感じ方もあるんだ、そこで気づくことができるでしょ。そうやって自分の考え方と相手の考え方を比べてみることによって、より自分の考え方で分かってくる部分、そういうのがあると思うし、相手に伝える時でもね、こういう自分と違った考え方の人がいるんだから、こういう風に伝えた方がより伝わりやすいかな、こういう風に相手に分かってもらう話、こっちの方ももっとうまく進めていくことができるかもしんないよね。そうやって自分と立場の違う人の考え方、感じ方を聞くことによって、よりはっきりと自分の考え、感じ方っていうのが明らかになってくる。つまり自分のオリジナリティ、自分の言葉っていうのをより正確に把握することができるようになるわけ。これが一人で考えるのとは違うインターアクション、相互作用の効果なんだね。こうやってインターアクションを進めることで、対話を進めることで、自分と相手との間で共通了解っていうのを作ることができて、そこで自分のこと相手に分かってもらえた、こういうふうな実感を得ることができるんだね。そうすることで自分の考え方、自分の言葉の持つ価値、そこを新しく発見することができて、自分個人としての存在価値、存在意義に気づくようになるんだね。つまりね、もしあなたが人の話に相槌を打つだけだったり、ニュースとかネットで流れてきた情報を相手に伝えるだけだとしたら、あなたの存在価値、存在意義っていうのをつかみにくいよね。でもね、もしあなたが自分の言葉をちゃんと持つことができて、それを相手に伝えることができたら、そして他の人と交流することができたらどう？自分は一人の人間として価値があるんだ。自分の意見、考え方、言葉っていうのは相手に伝える意味があるんだ。そこに気づくことができるよね。対話をすることでそこに気づくことができる。まさか対話にそんな力があったなんて、ここ意外だよね。そして対話にはまだまだ他に意味がある、効用があるわけ。対話をデザインすること、他の人と対話を作っていったらどんないいことがあるのか、ここを見ていきましょう。それはね、まず相手との差異ね、自分と相手っていうのは違う人間なんだから、別々の考え方、感じ方を持ってる、
そこの際に気づくことができる。そしてそこの理解を進めていくことができるわけ。自分と意見が違う人との間に相互理解、これが進んでいくんだね。そしてこれは個人と個人との間でも言えることだし、個人と社会との間の関係を見つめ直すことでもあるわけ。なんでかって言ったらね、人一人の意見、考え方の後ろには何がある？社会があるよね。なぜならば、相手がそういうふうな考え方、感じ方を持つその理由として、その相手が今まで送ってきた人生とか、関わってきた社会、そういうのがあるわけだよね。一方で、あなたも同じだよ。あなたの考え方、感じ方の背景には、今まで送ってきた人生とか、社会との関わりがあるはずだよね。だから、相手と自分との考え方の違いを知るっていうことは、それぞれが送ってきた、属してる社会との違いを感じ取る、そういうことなんだね。つまり、対話を進めていく、対話をデザインするっていうことは、それぞれの個人と社会との関係性っていうのを自覚して、どうやって社会と関係を持っていったらいいか、社会と接していけばいいか、そういう社会参加への積極的な意思っていうのを持つきっかけになっていくんだね。これって必要だよね。だってみんな、もう中学生になっていろんな社会と接してると思います。生まれたばかりの頃は、限られた人としか接してこなかったけど、だんだん大きくなるにつれて、学校に行ったり、いろんな行事に参加したり、今までとは違う新しい社会と接する機会多くなってきたよね。これからはますますいろんな社会と接していくことになります。その時にね、自分のことを知ることと相手のことを知ること、そして自分とか相手とかが属しているそれぞれの社会を知ること、その関係性を自覚すること、これは生きていく上で非常に重要なことなんだね。つまり、対話を積み重ねていくことによって、生きる目的としてのテーマを発見することができるんだね。テーマっていうのは自分にとって必要なもの。あなた自身が自分の言葉を作り出す元となっている部分だよね。あなたの問題意識とか、あなたの興味があるところ、あなたの考え方の大元になる部分、それがテーマだよね。そういうね、自分にとって大切なことってなんだろう？自分の生きる目的ってなんだろう？そこの部分を対話を重ねることによって発見していくことができるわけ。なぜなら対話っていうのは相手と話し合うことによって自分の考え方をより把握することができて、相手の考え方を理解することができて、自分と相手の背景にある社会、その関係性も自覚することができるものだからね。だからね、対話を積み重ねることによって生きる目的、そのテーマを自分に必要なものを発見することによって自分の未来に対する選択、これが自分でできるようになってくるんだね。みんなは将来どういう道に進みたいのか、それって自分のことがよく分かってないと、社会のことがよく分かってないとできない決定だよね。そういうより良い選択ができるようになってくるし、未来のことだけじゃないよ。現在のことも、現在もしみんながね、困ってること、危機的状況を迎えてたとしても、その状況の中で自分にとって大切なことって何だろう？自分とか相手とか社会っていうのはどうやって関係していけばいいんだろう？そのことが対話によってより理解できるようになるから、現在の危機を乗り越えるための考え方、方法っていうのを見つけ出すことができるんだね。つまりね、対話っていうのは自分の過去にあったこと、過去の経験とか人生とかっていうのを相手にぶつけることで、相手も自分の人生を自分にぶつけることで、お互いの過去をぶつけ合うことで、新しい未来を切り開いたり、現在の危機を乗り越えたりできるもの、過去と現在と未来をつなぐものであるんだね。それが作者の述べている対話の意味、対話をデザインするっていうことなんだね。どうですか？今回の話、わかりましたか？最初に言った通り、今回のこの対話をデザインするっていう話は、千葉県と茨城県と山口県、これらの入試問題でも出題されてますので、一緒に勉強していくことで、より作者の主張、文章の意味っていうのが理解できるようになります。そちらも合わせて勉強してください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。
それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。